おはようございます。朝です。本日はですね、なんとマンチェスターからリバプールに行きたいと思います。リバプールでね、なんとサッカーの試合を見に行きたいと思います。リバプール VS アーセナルの試合です。もしかしたら、日本人対決、南野選手と富安選手の対決が見れるんじゃないかなと、予想されています。という感じでね、今からマンチェスターからリバプールに向かいます。じゃあ、レッツゴー。はい、ホテルから出てきました。曇ってはいるけど、意外と明るいかな。今からですね、駅に向かって、電車に乗ります。確か早い電車だと40分で、遅い電車だと60分。で、そんなに急ぎじゃなかったので、遅い電車の方が安いし 今回、片道券を2、3週間前に買って、3ポンドぐらいでした。で、今から駅に向かうんですが、ピカデリーと思ったら、実は、オックスフォードロードっていう隣の駅にも止まるので、そっちから行こうと思います。自分がマンチェスターに着いた駅ですね。なんで、こっからもう5分で駅に到着します。当日買うと7、8ユーロだったかな。ドイツみたいにめちゃくちゃ当日券高くはなんないけど、5ポンドの違いって700円ぐらいだからね。何人かで旅行するとか、そういうこと考えたら全然早めにブックしといた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、1人だったらね、最悪直前で適当に決めてもいいと思いますが、ちなみに今ね、これスクランブル交差点になってます。で、ちなみに今の気温10度ですが、なんかそんなに寒くないですね、体感。なんかやっぱりイギリスの気温って気温と体感温度があんまり比例してない感じがあります。ドイツで10度だったら結構寒いからね、湿度の関係だったり風の関係なんでしょうか。そんなこんなで歩いていくと、もうすぐ駅に着きますね。いやー、でもこの通りすげえ好きだな。めちゃくちゃ良くない？いや、いいね、いいね、いいね。ちなみに今日は、ゲームがあるので、土曜日の朝ですね。土曜日の朝ですが、割とちょいちょい旅行客だったり、現地の人が道を歩いているような感じです。駅に到着しました。で、今回乗るのは10時11分発のリバプール駅行きですね。プラットフォームが2番なんで、反対側かな。これを越えて反対側に行きます。めちゃくちゃ混んでます。座れなさそうだな。1時間立ちっぱはまあまあなあれですね。電車が混みすぎてて、動画がまともに撮れてませんでした。今やっとね、この窓際のポジションを確保したので外撮れますが、マンチェスターから20分ぐらい、まあ15分ぐらいかな、乗ったらもうすでにこういうね、田舎の雰囲気の街並みに変わりました。で、途中ね、川沿い、マンチェスターの駅を出て、オックスフォード出てすぐの時に、すごいね、運河沿いの街並みがあって、めっちゃ綺麗だった。撮りたかったけど撮れなかったんだよな。まあ、来る方はそれをね、楽しみにしてください。場所的に言うと、オックスフォードロード出て3分から5分ぐらいかな、西に行った場所です。なんとかドックとかそういう系の名前がついてそうな、運河沿いのところです。すげえよかった。このままね、立ちでリオプールまで行きたいと思います。着きました、リバプールです。めちゃくちゃ疲れた。結構救急な電車の中、1時間経って来ました。とりあえず駅の外に出ました。なんか目の前に「ハッシュタグ It's リバプール」っていう、広告なのかな、オーシャン。この建物は何だろう。なんかありますね、でっかいドームっぽいやつが。オーシャンっていう建物です。若干海っぽい香りがしない気もしないし、なんか空気がちょっと新鮮というかフレッシュな感じがします。いや、いいね。ちなみに今回カバン1個あるんですが、邪魔なんで、このレフトラゲッジって場所に預けていこうかなと思います。値段が0時間から3時間まで6ポンド、24時間で9なんで、今回は、9ポンド払って預けようかなと思います。今荷物預けてきました。で、めちゃくちゃ身軽になった。なんで預けたかっていうと、今回また別の宿に泊まるんですね。リバプール観光した後にそのままサッカーを見に行きます。なんでサッカーのスタジアム荷物持っていけないので、今駅に預けました。で、まあ、今朝の11時でサッカーの試合は5時かな。なんでまだまだ時間あるんですが、なんか埋まっちゃうことがあるらしいので、ロッカーはからもう先に預けちゃおうと思って、預けちゃいました。もう 手ぶらでさっき飲んでた水を持ってるだけで。で、今からね、一旦観光するんですが、大聖堂の方にね、今から行こうかなと思います。リバプール観光名所って言うと、やっぱり、まあ、ビートルズの場所と、あと
帝都リバプールっていうのかな、帝都モダンのリバプールバージョンと、まあ、あと博物館だとか大聖堂だとかいろいろありますが、とりあえず、メインどころの大聖堂と、街中とポート沿い行ければな、港沿い行ければなと思ってます。あ、ちなみにあのロッカーなんですけど、ネットであらかじめ予約できるみたいで、気になる方はリバプールレフトラゲージとかでググってみてください。スクーターのボイとかも結構道に落ちてるので、それ拾ってガーって行ってもいいですが、まあ、一旦ちょっと街のね感じゆっくりみたいので、歩きながら行こうかなと思います。結構街並みはファーストインプレッションとしては、ちょっと田舎のちっちゃいこじまりした感じの街なのかなと思ってます。こんな感じの道をそのまま歩いてきてます。何気ない道やけどさ、こういう、まあ、パブとかさ、この、新しいビルと古いビルの街並みとかさ、レンガのやつとか、あとこれはセントジョーンかな、教会だったりとか、中国系アジア系のレストランがボンってあったりとか、なんかいいね。まあ別にリバプールだからこれってわけじゃないけど、イギリスのこの雑多な感じ結構好きです。いいよね。で、多分このまま歩いていけば大聖堂に着くと思う。うわ、この音懐かしい。ピッ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 ってね、渡るときに鳴る音です。さっき違う名前言っちゃったかもしれないけど、セントルークスっていう名前の教会跡になります。で、この中がイベントスペースに今なってるそうです。もう廃墟的な雰囲気で屋根とかないんですが、この中の空間が、イベントスペースというイベントスペースになってるそうです。なんかあったら行きたいよね。着きました。リバプールの大聖堂です。めちゃくちゃでかい。ちょっと中入れたらいいけど、めっちゃでかいわ。これは来た方がいいね。入り口行きました。こんな感じです。普通に入れるっぽい。入りました。めちゃくちゃ綺麗。ステンドグラス、やば。 I fall here and you know you love me。すごいな。この赤いライトがなんか最近の雰囲気出てますね。なんかのイベント用なのかな。すげえでかいわ。しかもなんとど真ん中にお土産屋さんがあるっていうね。これまた教会なんかも行ってますが、お土産屋さんがど真ん中にある教会もなかなかないですよね。すごいな。上とか行けたら本当はいいんだけどね。こっちが正面ですね。やっぱこの一個ずつの作りを誰かに解説してほしいですね。レンガが積み重なって、レンガっていうかもうでかい石かが積み重なってます。こうやって見ると分かりますよ。見てきました。めちゃくちゃ良かった。風が強いけどめちゃくちゃ良かった。なんかロンドンのセントポールが近いのかな、規模感だったりでいうと。いや、天井の高さで行くとブリストルの教会とかが近しいかな。まあでもなんかヨーロッパにいると、まあ大聖堂なんてどこにでもあるからねみたいな感じだったり、周遊で旅したりいろんな都市行っても、ああ大聖堂ねってなる方いるかもしれませんが、リバプールの大聖堂行った方がいいっすね。これはめちゃくちゃ良かった。自分もなんかそこまで言うても、そこまでめっちゃ期待はしてなかったのね。すごいとは話に聞いたけど、いやでも本当に今来てよかったなって思ってます。あの石の積み重なってる作りと、あとステンドグラスの色が、なんだろう、全面違って、もちろん違うのは違うんだけど、太陽の加減とあと中の照明によって見え方が多分違う風に設定されてて、それがすごい良かったです。はい、という感じでね、続いて港沿いに行きたいと思います。またね、ここ適当に歩いて進んでいこうかなと思います。アルバートドックっていうエアポート沿いに行きます。で、こっから大聖堂から徒歩20分ですね。シェアスクーター使ってもいいだろうし、あとはまあバスとか多分あるから、バスに乗るのもありじゃないでしょうか。まあ基本何でも、そんなに街がめちゃくちゃでかいわけじゃないので、散歩好きな方は歩いて行くのもいいんじゃないかと思います。多分自分は途中のどっかのタイミングで、電動スクーターか何かを使うかもしれません。まあ、歩きながら適当に行ってみます。お、そしてなんかこっちには中チャイナタウンかなの入り口みたいなのがありますね。いやー、なんかいいね。
いいね、いいね、いいね。このね、レンガと窓枠、青い窓枠と。いいね。そろそろどっかでご飯も食べたいところですね。ちょうどお昼なんで。この辺のエリア、すごいなんか良くないですか？テキーラって書いてあったり、タコスのお店かな？タコス、荒削りな建物が、なんかバーとかクラブとかありそうな雰囲気ですね。で、これは、これがバーかな？で、ピザ屋さんとかもあります。いいね。謎のモニュメントというか、があります。すごいな。アートなんだろうね。わかんないけど。で、こっち側に行くと、さらに良さそうな、ザ・ルーフとか、結構バーとか、クラブなのかな。今、昼だから閉まってるけど。いやー、なんかこの感じ好きっすね。いいな、リバプール住めるな。なんかレストランとか、いろんなカフェがあるような通りに出ました。結構栄えてて、どのレストランも、すげえおしゃれ。一個ずつ住んだら一個ずつ行きたいぐらいなレベルで、すげえいい感じなレストランが続いててます。で、多分こっちに行くと、港沿いに行けるかなと思います。なんとクリスマスツリーがここにも出てます。多分これがクリスマスマーケットなんじゃないかな。一応、ショッピング系の中心部に来ました。で、昼ですが、もうリバプールのファンがユニフォーム着たり、タオマフをね巻いたりします。港沿いに来ました。このオフィスビル、ジムが入ってしてるのかな。すげえいいな、このガラスの感じ、めちゃくちゃいい。で、こちらドーン、ここは、リバプール、まさに川のね、まあ、実際には海ってよりまだ河口部分なので、河口部分の川が広くなってるっていうイメージですね。もうちょっと近くに行って、見てみます。アルバートドックに到着しました。なんか一個の建物のことを呼んでると思ってたんだけど、この一帯を、このワンブロック一帯、ワンブロックかツーブロックかわかんないけど、この一帯の部分を呼ぶみたいです、アルバートロック。こういう感じかな。これわかりやすくない？今こっちから歩いてきて、今ここにいますと。で、このワンブロック、アルバートドックと呼んでるっぽいです。で、一応有名どころだとテートリバプールとかはここにあります。なんで一旦ここまで行こうかなと思います。で、この川がなんかすごいちっちゃく見えてるけど、一応河口沿いっていう感じですね。で、こっち側に海が広がってるっていう感じです。じゃあ行ってみましょう。こっちから見るとすごいですね、この新しいビルの街並みと、向こうにも多分教会かながあって、で、こっち側に港部分が広がってます。いやー、いいね。めちゃくちゃ、そして風が強い。この感じめっちゃチル。昔はタバコとかお茶とか、そういうのをね、ここが貿易港として、うお、輸入していたそうです。今はね、まあもちろん港施設も兼ね備えてはいるけど、実際には、ちっちゃいお店とかレストランとか入ってる感じです。そしてついに来ました。うわー、これね、あっちの真ん中に川が流れてるから、リバープールなんだろうけど、これね、めちゃくちゃいいじゃん。結構流れが速いっていうよりは、なんか風で川が波立ってるみたいな感じになってます。すげえいいな。めちゃくちゃ嬉しいですね、やっと来れた。リバプール行こう行こうと思ってなかなか来れてなかった場所の一つです。いやー、最高。ちなみに、テイトはここから入れます。ただ若干ちゃんと見たい、行けるかな。行ったらちょっと時間ない気もするけど、一瞬チラ見してこようかな。チケットは多分買わないといけないけれども、行きましょう。フリーチケットもらって見てきましたが、中ね、結構写真禁止だったりして、何も動画撮れてないです。で、あとイメージとしてはロンドンのテートモダンのイメージがでかすぎて、すごいでっかいのを期待してたんですが、実際にはすごい小さかったです。本当にね、好きなエクスビションあれば行った方がもちろんいいと思うけど、スキップしてもまあいいかなっていう感じはしました。はい。で、引き続き、このね、アルバートドックを歩いていってます。この辺でどっかご飯食べれるなと思います。そして太陽が出てきてる。めっちゃ大空。リバプール天気悪い説だったのに、超ラッキーですね今日は。最高。ワールドフェイマスフィッシュアンドチップスっていう
フィッシュ&チップス有名なお店があったので、ここで昼飯を食べようかなと思います。まさかのなんか店のインターネットがダウンしててクレジットカードが使えないってことで、キャッシュオンリーだったので、諦めました。今回ポンドね、手持ち持ってないんですよね。まあ適当なところで下ろせればいいけど、わざわざ下ろして戻ることでもないんで、とりあえずね、引き続き歩いてご飯を探そうかなと思います。いやー、さっきのところで食べたかったけどな。やばくないこれ。めちゃくちゃ天気めっちゃ笑っちゃうんだけど、この天気と。なんだろう、イギリス天気悪いって言われてるけど、ロンドンはちょっと天気良くて、あの東京よりはね。なんでロンドン天気いいですよっていつも言ってんだけど、さすがにマンチェスターとかリバプールは天気悪いよねって思ってたら、まさかのこんな晴れです。やば。まあ、たまたま本当にね、眩しくて何も見えないぐらいなんだけど、たまたまね、運よく晴れてますが、めちゃくちゃいいなこれ。適当にまた街を歩いてます。やっぱフィッシュ&チップ食べたいよねってなって、今 Google マップで見つけたお店に来ました。ヤニスっていうお店です。ここでフィッシュ&チップス決めようかなと思います。来ました、フィッシュ&チップスです。めちゃくちゃうまそう。そしてレモン、まずねレモンを絞ります。ちょっと片手でやるので飛び散りが心配ですが、まあ、ガーッといきますが、よいしょよいしょ。いや、久々だな。サクサクです。いただきます。うん、うまっ。食べてきました。久々のフィッシュ&チップス。最高でした。味はね、なんか外めっちゃパリの、中、あの、淡白な、あの、白身、タラなんでね、白身魚の、あの、淡白な感じがすごい、美味しかったです。で、しかも揚げたてだったから、ちょっと待たないと食べれないぐらい熱々で、それが一番良かったかなと思います。やっぱね、フィッシュ&チップスの店でも、揚げちゃって置いてるのをさばいていくっていう店も多いんですが、まあタイミングが良かったのか、たまたまね、揚げたてを食べれたので、それが美味しかったです。続いて今から、ビートルズのゆかりの地を回ろうと思います。なんかこの辺に、ライブハウス、日本語で、あ、これじゃない？ここだね。ここのストリートに、ビートルズがライブをめっちゃやってた場所があるらしいです。うわー、音楽が流れすぎて動画使いづらいけど、ここか。ここでライブを300本とか200本とかやってそうです。で、なんか今入れるっぽいので中入ってみようかなと思います。ただしこっち側はレストラン でこっち側に、バーがクラブがあるっていう感じです。正式名称、キャバーンクラブですね。キャバーンクラブっていう名前です。せっかくなんでね、やっぱりキャバンクラブ行ってみたいと思います。多分入場料は今5ユーロです。入りました。まずここにこれがあります。かっこよ、すげえいいじゃん。出てきました。中はねちょっと後で喋って解説しようかなと思います。で、ビートルズの中行ってきました。で、クラブの中はなんかステージが2つあって、1個はオリジナルソングを歌ってる人がいて、でもう一個のステージはビートルズのカバーを歌ってる人がいました。中でね、飲むだけじゃなくてご飯食べたりもできるので、まあ、なんかつまんで食いながらちょっと飲むっていうのもありかもしれません。あとは、お土産がめちゃくちゃ売ってて、なんかビートルズファンだったりしたら、なんか買うのいいんじゃないかなと思います。で、入場料は5ユーロですが、まあ時期によって違うのかもしれませんが、ちらって見るにはすごいいいんじゃないかなと思います。そしてここにラジオタワーが見えます。ラジオセンターっていうのかな、ラジオシティっていうのかな、タワーが綺麗に見えます。なんでファンじゃなかったらスルーしていいけど、ちょっとでも気になったらとか、あと音楽好きであればイギリスのねクラブを見ることができるので、まあクラブって言っても日本でいうとこのライブハウスみたいな、あ、それが限っては観光地なので、そのご飯があったり、あの展示物がいっぱいあって、また普通のクラブライブハウスとは違うけど、そんな感じです。ちなみに日本語でライブハウスって言うけど、英語ではライブハウスって言葉なくて、クラブですね。ちっちゃい規模のねライブする場所はクラブって呼ぶことが多いです。で、ビートルズ関係だとミュージアムがあったんですが、そこはスキップしました。で、あの通りはねもう生演奏の音楽がガンガン流れてて、夜に来て行ったらすげえ楽しいと思う。ただ結構観光通りだから、もしかしたらあの住んでる人とか現地の人からするといやつまらんみたいな感じかもしれませんが、そういう場所です。ちなみに駅に向かう途中でクリスマスマーケットを発見しました。駅に向かう途中っていうか、途中っていうかもうほぼ目の前なんですが、11月の12から12月の23までやってます。
クリスマスマーケットだけどクリスマスはやんないっていうね感じです。まあクリスマスやっても誰も来ないだろうしね、ファミリーで過ごす時間多いしで、めちゃくちゃ混んでますが、まあどこのクリスマスマーケットも割と同じラインナップかな。雑貨を売ってたり UK っぽいチョコ、ジャムを売ったり、あとは食べ物、マグカップ、そんな感じでしょうか。ポスターとか、まあ屋台、日本でいう屋台、夏の屋台みたいな感じですね。はい、という感じでね、リバプールの観光動画いかがだったでしょうか。もしね、この動画がいいと思ったらぜひいいねとコメントいただけると幸いです。で、この後ね、リバプールのサッカーの試合を見に行った動画に続くと思います。もしか出る順番逆になってるかもしれませんが、こんな感じかな。ではまた、おめでとう、バイバイ。